これならいけるかも。これならいけるかもしれん。まだまだ大丈夫、まだ大丈夫。あえて出すと、それで敵の攻撃を受けて家電流出を使えるようにすれば勝機は。この方がいいか。この方がこれで当てられるからな。少しでも HP を削れるっていう作戦だ。防御したとしても少しでも攻撃力高いので当てる。で、バン、まあ、敵の攻撃を受けて、はい、敵の戦術の攻撃を受けて、カデリウスを打てるようになれば、OK。外れたか、せっかくカデリウスを当たるのに、まずいのかも、カデリウスを当たる。当たるまで、当たるまでやり続けるっていう。当たるまでやり続けろ。もしかしたら回復が追いつかないようになるかな。どうだろうな。カデリウスを当たったとしても、いいかどうか、いいかもしれないけど当たんなかったからな。セイモスの一つに相手持ってきて攻撃してフィーネを上に持ってくれば動かないはず。これで回復させないかな。回復追いつかないようにできるかどうか。追いつかなければ次のターンまた家電ゲストを打てるからチャンスなんだよ。どうかな。時がカレちゃん打てんか。あ、打てたか。なんか勝てる気がしてきたぞ。勝てる気がしてきたぞ。俺諦めようかと思ってたけど、これでちょっとでも減らす。300でもいいから減らして。こいつ HP の残りが少なければ少ないほど回復が遅いんだよね。多ければ多いほど回復が早い。回避使ってきやがったこいつ。防御じゃなくて回避使ってきたよ。当ててくれ、頼むよ。当ててくれ、もしかしたらかなりいいかもしれない。当ててくれれば敵の回復が追いつかないかもしれんぞ。あー、どうだ、回復追いつくかな。敵これでも追いつくか。おっ、ちょっと追いついてない。ちょっとだけ追いついてないよ。一応反撃して、よし、今の状態でいけばいけるかもしれん。ちょっと追いついてないよ。運がいい、当たりがいいターンは少しは削れるわ。長引くけどね、かなり長引くけどいけるかも。勝てるかもしれん。まあそいつは仕留められるかもしれんけど、ただこのベルセルクの方は分からん。戦場で学んでいくしかないかもしれん。カデンリュースを打てますか。カデンリュースを打てますか。レイブ、あー打てない。カデンリュースを打てなきゃ意味がない。諦めずに攻撃を続けよう。まあ、反撃してくるからね。敵は反撃してくるから、いずれ調節できれば、カデンリュース後に。今調節の時期だよ、調節の時期。同じくらいかな、さっきと。全部食らわせられれば別だけど、回復が少しでも追いつかなければいける。あ、ゴジラスここにいてもダメだな。回復させないと、あれが足りないわ。EP が足りないわ。ゴジラスの EP が足りなくなる。ということは、上に出せばいいか。上に出して、プテラスで攻撃させる。みんな当ててほしいな。必要としてないから、みんなでこいつやいっか。ダメだ、7000まで減らせんな。おそらく減らせないと思う。クリティカルでもそんだけ無理だな。8000がいいところだ。
ダメだダメだ、これじゃ回復してしまう。フル回復だ。レイブンをまず、レイブンをまず派手にしを打てるようにしないと。お、7000台いったぞ。多分フル回復するかな。ちょっと追いつかない程度かな。どうだろう。次の結果次第、こいつの HP の結果次第。あー微妙に回復追いついてないよ、微妙に。おい、なんでそっちにやってくんだ。防御だよね、防御しかないよね。回復させ忘れてたか俺、村雨。でもこれで死ななければ、死なないよね。よし、これで死ななければ村雨は攻撃できるぞ。よし、使えるわ使えるわ、このターンは。これだから反撃食らったらまずいでしょ。先に攻撃するとしたら誰か一番強い攻撃方法を持ってるやつ誰だ。3200、一緒か。まずこっちからだな、こっちから撃って反撃できなかったら、うん、でも回復させないといけないよね。ブスタフ、ブスタフは攻撃せずに回復させよう。よし、あんま食らわなかったな、クリティカルでも。あれ、これ16で打てんのか。ということはこっちか、接近戦しかできないとかいう。あ、でも回復させてからでもできるか。これじゃ死にはしないよね、反撃受けても。やつ5000ぐらいだったっけ、5000いったっけ、接近戦。7000も食らわんよな、別の攻撃。ということは使うとしたらここでシンクロか、これじゃない、シンクロとこれ使った方がよくない、よくない。100% だ。シンクロって元に戻る、戻んないか。こいつ倒すのに取っておかないといけないよね。うん、使えない。まあいいや、死にはしないと思う、反撃受けても。でもこれ食らえば相当食らうと思うんだが、俺は初めて見るよ、ムラサメライガーのこの攻撃は初めて見るよ俺。かわしてくれ。うん、5000か。もし村雨次狙われたらやばいね。回復させるべきかどうかって迷うわ。とりあえず防御でくるな。じゃあ撃とう。これをね逃したくないね。今がチャンスだよ。もし村雨がねやつから狙われたら終わりかな。村雨死んじゃうね。でも俺は連続して村雨に来るとは思ってはいない。チャンスを逃したくない。村雨でもう一回攻撃 したいよ。これは HP が減り始めるとこいつ回避にするわ。回避にして回復につなげようって作戦だ。なかなか頭がいいぞ。あーくそー、ここで当ててほしい。あ、待って、こいつ必ず当てるかったっけ。必ずヒット、ここで使いたい。ここで使ってこれを当てれば、いくら回避といえども防御とは違って 回避だった。見てなかったけどこいつ多分回避で来ると思うから必ず当てる。これでいけば3000は見込めるんじゃないか。えー、クリティカル。よし、これでやつは回復遅いはず。ただ村雨に問題が出てくる。村雨狙うなよ敵。よし、狙わなかった狙わなかった。これで村雨はもう一回使うことができる。だから敵もあれだよ、必殺技使えるからね。